よし、4枚当てれたということで、今回なんですけども、今回ですね、モッド部屋で遊んでいこうと思います。いや、シェリフ引いたよ、超ラッキー。来た。タンが自宅警備員使用してたね。ニートしよう。ちょっとタンと動きたいな、できれば。アーカイブ脇の。さあ、シェリフは、インポスターをキルできるクルーだからね。なるべく、生き残んないといけないからな、この役職で。お、バイタルいるね。ほら、キルできるよ。まあ、タン自宅警備員使用してたから、そういうわけにいかないけど。なんか、タンやたらと、僕についてくれな。さあさあ、おっと、黄緑もアーカイブ、これタスクまともにやってるっぽいね、停電中だったから。タンのストーカーしよう。うん。タン、僕のこと、警戒してそう。ちょっと待って、停電来た。やばい。ナイス、紫。誰か死んでないかな？ちょっとバイタル見るか。おっと、バナナが死んでます。もう10秒以上経ったかな。バイタル見た時には死んでて、10秒は経ってる。紫は多分無理。タンも無理。一応ミーティングエンジン宿舎にはしたいないと。青がアドミン見てたっぽいな。アドミン見るなって名前なのに見てんのか。ミーティングはグレー、ローズ、緑か。で、タン無理でしょ？僕も無理、紫も無理。で、アドミン青ってなってると、黒、白、黄緑、水色が怪しいんじゃない？白はどこにいたんだ？あ、でも結構シニアルっぽいな。ローズもグレーもボタン押さずにミーティングでうろうろだからなんか違和感ある。確かに。人外っぽそうではある。左側に死体あると思うけどな。左とか上の方に死体あると思う。白最終武器庫か。アドミンに青がいるのを確認してると。じゃあやっぱ青無理だな。なんかミーティング組怪しいけどな。セキュリティだと思うつってるね、死体。なるほど。え、じゃあ白余計怪しくないか。うわぁ、これシェリフで突っ込んでもいいんだけど。外した時ガチで怖いんだよな。ちょ、また、貨物バイタルあたりらへんうろうろしとっか。シェリフはやっぱちょっとキルを避けたい。からこそ自宅警備員を使用して確実なクルーのタンと出会いたい。来た！タンタスクなくて暇なんだろうな、多分。5秒前には死んでると思う。バイタル見て10秒は経ってます。黒か白か水色。白だと思うけどな、すごく。あ、なら白とロラしてください。私カメラ行ってないっつってるね。黒は展望で手で直してるのを見てると。水色がロラ提案するなら結構薄いけどな。停電前に来てる奴がいるっつってるね、青。黒がアドミン行ったの。アドミンに青がいて黒が行ったのにもかかわらず、黒が青をキルしなかったってことは、黒はなさそう。やっぱ白っぽいけどな。カメラいたって人がいないならローズ釣りたいな。白特攻してみるか。アドミン的に白はキルありそう。そうだよな。ローズはミーティングラインでうろうろしてたっつってるから、普通にあると思う。了解。水色が俺実を言うと貨物主体だと思ってたっつってるね。特攻してみるか、デルトさん。これで死んだらマジで申し訳ないけど。でも、70% ぐらいはそうな気がする。白どこにいるんだろう。いた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 。よし！来た！シェリフしよう。白、人外でした。よし！これでかいぞ！しかも一人、誰か死んだよね。ラバーズっぽい。多分ラバーズだね、キルクル的に。これ、テレトさん、でかしたぞ！ローズ。ローズ、ごめんね。確かに目の前でテレトさんやっちゃったからな。残りはマットと神と猫股。どうだったんだろうな。白、人外だったけど。白ぐらいしか多分キルできないから、インポスターが多分死んだんじゃないかな。多分白のキルで合ってると思う。青も自然とクルーになるね。さあ、テルトさん、こっからガチで狙われるよ。これまたちょっとタンと一緒に行動したい。刺してくれるかな？トリマ、スキップします。死んだらごめん。仕事は完了した。ナイスジョブ。嬉しいね。ありがとう。つってくれてる。いや、シェリフ気持ちいいな、マジで。まあ、最初水色と対抗してたから、水色も多分、クルーなんだろうけど。そしてね、シェリフはね、今回の部屋の設定は2回しかキルすることができないから、残り1発って出てるね。おお！タン分かってる！ナイスナイス！まあ、ちょっと、見回りしに行こっかな、これは。まあ、1回ボタン押しに行ってもいいかもね、これ。インポスター怖いよ、インポスターが。はしご上でガンマッチしてるかもしんない、僕のことを狙いに来て。うわ、マジか。ボタン連打。テレさんのヒゲボタン連打。
どう？よし！でかい！これはでかい。ローズが停電直した。で、緑がカメラ見てたと。で、タンがカメラの点滅を確認してるのか。で、緑かなり白くね。ローズも停電直してたけど、わかんない。これインポ1だと思うからここでカメラ見てる。緑は白い。だね。ローズもインポはなさそう。ただ人外はあるんだよな。マットと神はまだいるから気をつけます。ローズなんかマットっぽいっつってるね。話聞いてる感じ。でもね、テレトさんも思った。ローズと緑に神かマットはいそう。正直。テレトさんから露骨に逃げる人がいたら神かもしんないね。なんか紫結構僕から逃げてる気もするんだよな。まあとりあえず下手に打たないようにしとこう。ただな、インポスターは絶対シェリフ食いたいと思うから、テルトさんのところ、ついてくるんじゃないかな。カメラ誰もいないね。緑ついてこなくて、カメラマン直行したでしょ。緑はないな、やっぱ。水色と黒も、特に僕のこと追ってくる感じもなく、誰か来たら逃げるって感じでいいかな、基本。青、白かったよね、確か。アドミン見てる張本人だったから、これ僕が言っていいな。守っとこう。タンもバイタル見てる。今のところキルないね。タン。かわいいな、こいつ。お、黒。黒こっちから来たけど、紫、水色。特にないぞ、なんも。緑がアドミンから出てきた。待って、これタン大丈夫かな？大丈夫だね。怖いな。僕撃てるけど撃たれるからな、普通に。ローズもなんもない。お、紫タスク終わってるらしい。え？緑が弁当から出てきたっつってる。やっぱ人外だったか。出動しますか？シェリフ。これ、インポスターではないと思う。神か、マットな気がするよ。カメラばかり見てるし。あのね、昇降機右で緑と会ったのよ。けど殺されなかったから、マットかなと。シェリフで切りたいか？赤。兄貴。やっちゃいますか？とりあえずタスク進行でいいのでは。神が落ちるチャンスを逃すわけにはいかない。まあ、釣りでもいいんだけど、まあ、やっぱ、見たいっすよね、もう一回。エンジンク。これでテルトさんがぶっ飛んだら超面白いけどね。まあ、ただ、人外だったら素直にエンジンに来るとは思えないな。逆に僕を殺しに来ると思う。誰かが。もう一人のインポスターだね。やっぱ来ないか、さすがに。ドア閉めたもんな。来ないな、これは。うわ、停電やばいな、これ。安全なとこに逃げたい。おお、タンがいた。ここで待ち構えたりしない緑。しないか。緑いないもんな。カメラ見てるとか。他の人切っちゃいそうでマジで怖い。紫いいんじゃん。紫がカメラ見てたっぽいな。さあ、やばい。行き止まったぞ。いや、怖い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 。うわ、紫死んでるってことは左だ。待って、さっき誰とすれ違ったっけ、僕。黒人外くせえ。これ紫ここら辺で死んでるでしょ。もう単に任せっぱん。え？どういうこと？やっぱ黒がシリアルキラーだった。え？自分切って、あ、そういうことか。黒タイマーで死んだんか。え、白インポスターじゃなかったの？待って、結果画面こんな感じになってる。あ、白普通にラバーズだったんだ。そっか、ラバーズって、第3か。うわ、テレトさん。インポスター切ったと思って意気揚々としてたのに、まさかの、普通のラバーズのクルーだったっていうね。あ、やっぱ緑強人だったんだ。うわ、どちらにせよ、インポスターサイドが、神を倒せなかったことにより、神の単独勝利ってことか。うわ、マジか。お、インポスター、頼むよ。テレトさん、てっきりもう、神が白だと思ってた。いや、これローズ気持ちいいな。はい、ということでね、今回はシェリフ負けちゃったんだけど、神マジ強いね、本当に。最後に勝利一人で横取りしてくるもんな。そしてね、ラバーズもいるから、第三陣営、キルしちゃったらまずいね。いや、まさかラバーズもそうだと思わなかったのマジ悔しいけど、まあ、今回ね、シェリフプレイしてみたよって動画でした。今度マジ神プレイしたいね。いや、インポスター切ったと思いきやだよ、マジで。ということでね、今回の動画が面白かったと思った人はぜひ、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。